外な圧亢進症とは、その名前の由来の通り、頭部 CT や MRI 検査などの画像検査でも脳腫瘍などを認めないにもかかわらず、頭蓋内圧が亢進しており、その原因が不明な疾患です。別名、偽性脳腫瘍とも呼ばれています。原因は、脳静脈炉の閉塞が推測されていますが、詳しいことは分かっていません。非常に稀な病気で、若い女性の肥満の方に多く報告されています。特発性頭蓋内圧亢進症の症状は、頭痛以外にも、音気や視力低下、白銅と同期する耳鳴り、目に光が当たっていないのにかかわらず、キラキラチカチカとした光の点滅を感じる光視症、眼球後方の痛み、浮視などを認めます。頭痛は、全体痛で朝に悪化する傾向があります。患者さんは、目の症状を訴えるため、しばしば内科から眼科へ紹介されますが、眼科検査で視神経乳頭が浮視状になった所見、うっ血乳頭を認めるため、眼科から神経内科や脳外科に紹介となることもあります。ただし、頭部 CT や MRI 検査でも異常を認めないため、この疾患を知らないと原因不明の烙印を押されてしまうのです。診断は、頭蓋内圧亢進を認めることと、その原因がないことを確認する必要があります。原因に関しては、頭部 CT や MRI 検査でも異常を認めません。しばしば、若い女性の頭痛や意識障害の原因として、脳静脈と血栓症を鑑別に挙げることができますが、この疾患は、CT 検査では異常を認めず、MRI 検査で初めてわかることもありますので、MRI 検査まで試行して、こうした原因を除外する必要があります。また、頭蓋内圧亢進を確かめるためには、眼科検査で鬱血乳頭を確認し、髄液検査では、正常に異常を認めないにもかかわらず、頭蓋内圧が亢進していることを確認する必要があります。治療は、頭蓋内圧を下げるために利尿薬を使用することと、肥満の是正が有効である可能性があるため、減量が推奨されています。治療抵抗性で視力が悪化するときには、脳室副風シャント、腰椎副風シャントなどの外科的治療を行います。予後については、以前は予後の良い疾患と考えられ、良性頭蓋内圧亢進症とも呼ばれてきましたが、近年は永続的な視力障害をきたす症例が少なからず存在することが分かってきており、早期発見。